レボルバーさん、えー、こんばんは。最近、努力も才能とよく聞きますが、努力の鬼の武井さんはどう思いますかだって。才能ではないね。努力は、何でしょうね。忍耐力じゃないですかね。才能ではないですね。努力する才能があるからできるんですとかじゃないわね。忍耐強いんでしょうね。そしたら、今度、忍耐強さは才能だって言い出すんでしょ だから人が何かやったこと、できたことをすべて才能だと言って片付けるならば、もう自分にはそれがないと思ってるんだったら諦めるしかない。だからそう言ってる人は本当に諦めて自分が才能ある場所を見つけるっていうのが一番いいんじゃないですか。別に否定はしないです、俺は。ねえ、なんかすべてのことは才能なんですっていう人は全然それでいいと思うし、それで自分は才能あると思ってるんだったらなおいいし、 でも自分は才能がないから不公平だな。才能あるやつはいいよな。って言ってるんだったらもうそれはそれで自由。うん。何もしなきゃいいし。でもさ、俺は思うんだけど、才能のこう、ゲージがこうあってさ、才能がこの辺まであるけど、要はさ、才能がすごい満ち溢れてるような人がさ、中学校ぐらいからもう勉強も嫌で嫌いでしない。スポーツも別にしない。 お仕事も別にどうでもいい。何でもいい。給料なんか別に安くても何でもいいっつって、普通にあるバイト、一日8時間ぐらいやって、あとは寝てるみたいな、それをするとするじゃない例えばそれが才能がここだろうが、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 そういう生活してるとするじゃないしかもその生活しかないじゃん。そこからどっかにさ、何か見出されてどっかにこう飛んでいくことは、まあほとんどないじゃん。それでその人がいいと思ってたら。だから才能なんて関係ねえって言ってんだよ。 こんぐらい才能がある人がこの辺でずっとだらだらダラダラやってたら、じゃあこんぐらいの才能の人が工夫して、ここよりちょっと高いところまで頑張ってたどり着いたら、もう才能ある人より上に行けるんだから。世の中ってのはそういうのできてんだから。ねその才能ってのが何なのか俺はよく知らないけど、そういうふうに考えた方がいいよっていうこと。例えばさ、わかんないけど、筋肉とか生まれつきの才能、能力、体が優れてるけど、 すごい間違えた走り方で走ってて、全然速くなれなかった人がいたとする。だけども、体は細くてガリガリで、あんまり筋力も強くないんだけど、すごい勉強して、正しいフォームと力の加え方で、その才能ある人にタイムで勝ったとすると。うん、で、その才能あるって言われてる人が、俺は遅いから、やめたってなったら、もう才能関係ないじゃん。スポーツも勉強もビジネスも、そんなもんだと思いますよ。 才能と言われてるものがあるとしたら、それをこう100%ちゃんと引き出して、フルに活かしてるなんて、俺、の今の日本でも本当に大成功してるぐらい人しか思いつかないな。大谷翔平君とかさ、体格が大きくて、さらに賢くて、勤勉で。 トレーニングにサボろうとか輸送機がなくて、さらに技術を持ってるとかね。あれも才能フルに活かして、かなかなかあれを追い越そうと思っても、なかなかさ、追い越せないじゃん他の人たちがた。それはなんでかって、才能がほぼほぼフルな人が本当にフルに努力してるから。こういうのは見たら、ああ、才能確かにあるなって思うよね。当然あるじゃない身長、例えば160センチの人がさ、同じ成績をメジャーリーグで出せって言って、まあほぼほぼ無理でしょ 才能っていうのを感じるのはそのぐらいのレベルになって初めてだなと思うね。だからそれ以外の人の努力を才能っていうのはすごい早いんじゃないと思う。それぐらいまでいったとこから才能の話しようぜっていう感じだね、俺は。どうかね、そういうふうに思ってみては。そう思ったら大体日本の中で同じ民族の中だったらトップクラスいけんじゃねえのって俺は思うけどね。